フィジケラは冗談で7位に終わったバリチェロは予選で2位に終わったがレースで1位にルーベンス・バリチェロが F1 史上を最も近いフィニッシュでレースに勝利来5年は残り23週のエンジン故障によりリタイア2002年アメリカグランプリは2002年会1世界選手権の第16戦として2002年9月29日にインディアナポリスモータースピードウェイで開催された 9月27日晴れ、ドライ前線イタリアグランプリでデラロサとのクラッシュの原因を作ったとして、予選10グリッド降格のペナルティを課されたザウバーのフェリペ・マッサに代わり、元アローズのハインツ・ハラルド・フレンツェーンがスポット参戦することになった。また、ルーベン・スバリチェロは1周目の最終コーナー出口で、左リアタイヤのパンクによりクラッシュしたため、ノータイムとなった。 9月28日晴れ、ドライ9月28日晴れ、ドライ9月29日晴れ、ドライ気温摂氏28度、路面温度摂氏39度と3日間で一番暑い、気候となり、ミシュランタイヤ勢は全、チームハードタイヤ、逆にブリヂストン勢は全、チームソフトタイヤを選択した。スタート直後に、接触やクラッシュはなく、各社順調なスタートを切ったが、5位のモントヤが2周目の、 1>, 1コーナーで、ラルフをアウトから抜こうとしたところ、インにいたラルフがスピンし、モントーヤのマシンにヒット。ラルフは、リアウィングを失いピット作業に1分9秒、追やした結果この時点で周回遅れとなり、モントーヤは、コースアウトの間に7位に交代した。7周目、佐藤拓馬が10位のフレンツェンを1コーナーで、オーバーテイクするが、コースオフし、その間に、バトンが2台をパス。 27周目、トップのシューマッハがピットインしニ位で復帰したが、翌週にバリチェロがピットインしたため再びトップに浮上する。16位走行中のデラロサがトランスミッショントラブルによりリタイア。42周目、3位のクルザードが最初で最後のピットストップを行うが、コースに復帰した段階でトップと33秒差があったため、49周目にシューマッハ、 50周目にバリチェロがピットインしても順位の逆転はなかった。72周目、それまで1分13秒台で走っていたシューマッハが1分16秒台までタイムを落とし、2位のバリチェロがピタリと後ろにつける。73周目、オーバル区間でバリチェロがシューマッハに並ぶと、サイドバイサイドのまま2台並んでチェッカーを受けたが、 わずか0.011秒の差で、バリチェロが前に出ており逆転優勝となった。フリー走行1.2回目、予選、ウォームアップ、決勝結果は参照。ありがとうございます。